鈴木福の耳より広島。広島市民の皆さんに暮らしに役立つ耳寄りな情報をお届けしている鈴木福の耳寄り広島、キャスターの鈴木福です。今回の耳寄りな情報はこちらです。今年も8月6日がやってきました。平和への思いを新たにする8月は様々な催し物が開催されます。今回はその一つ、広島市立中央図書館で開かれている企画展をご紹介します。広島市立中央図書館にやってきました。その企画展がこちら、題して石踏みは語るです。一体どんな展示があるのかお話を伺います。この石踏みは語るはどんな内容なんですか？はい、広島市内を中心に全国に残る原爆慰霊碑や平和記念碑について所蔵資料や写真パネルで紹介しています。どういう思いで企画されたんですか？平和記念公園の原爆死没者慰霊碑をはじめ、地域、職場、学校関係者が建立した慰霊碑にはどのような思いや祈りを込めて建てられたのかを知るきっかけになればと思います。こちらの展示は広島大学教育学部社会系コースの学生が全国の原爆や平和記念の関連碑を調査して分布や特徴をまとめたものです。こういった調査は過去に例がありますか？広島県と長崎県では調査が行われていましたが、全国規模での調査は私たちが初めてだと思います。この調査を通して分かったことありますか？はい、全国には原爆で亡くなった方を慰霊する石碑や核兵器廃絶を願う石碑が532基確認できました。そして北は北海道から南は沖縄まで36都道府県に分布しています。そんなにたくさんあるんですね。関連行事として8月27日に被爆体験者の証言を聞く会を開催します。定員は60名で、申し込みはホームページのほか来館や電話、ファックスのいずれかで受け付けています。この企画展を通して被爆の実相と国際平和文化都市として復興してきた広島の歴史を知り、平和の尊さ、原爆の恐ろしさを後世に伝え続けることの大切さを考える機会になればと思います。平和への願いを受け継ぐ企画展、石踏みは語るは9月24日まで開催しています。入場は無料です。ぜひ足を運んでみてください。以上、広島市立中央図書館からお伝えしました。避難所へ号は、避難情報が発令されたときに最寄りの避難所へのルートを表示できるアプリです。その他にも様々な機能があります。大雨に備え、ぜひダウンロードをお願いします。多くの方に企画展をご覧いただいて、平和の尊さを共有するきっかけにしたいですね。僕もチャンスがあれば行ってみたいと思います。ザ・広島ブランド認定特産品の中からご覧の商品を抽選で1名の方にプレゼントします。番組ホームページから応募してくださいね。ここをカメラで撮影するとおみくじが引けますよ。何が出ましたか？それでは良き1週間をお過ごしください。また来週。